ファンの皆様、盛岡競馬場にご来場いただきまして誠にありがとうございます。また報道陣の皆様、直射日光を受けながらの取材、ご苦労様です。本日7月26日、いよいよ JBC2022 盛岡開催まで100日前となりました。ただいまより JBC2022 盛岡100日前カウントダウンセレモニーを行います。それではただいまより岩手県競馬組合副管理者滝山秀樹と、岩手県長期会騎手部会会長村上忍、この両名によりまして100日前のプレートの貼り付けを行います。まずはこのタイミングで写真撮影お願いいたします。それではご移動願います。ご準備よろしいでしょうか。それでは JBC2022 盛岡100日前のカウントダウンです。プレートを貼り付けていただきます。どうぞ。ありがとうございます。競馬の祭典 JBC2022 盛岡まであと100日でございます。これから11月3日の JBC 当日まで魅力あふれるレースやイベントを多数ご用意しておりますので、皆様ぜひご期待ください。本日もどうぞ最後までごゆっくりと盛岡競馬をお楽しみください。これをもちましてJBC2022 盛岡100日前カウントダウンセレモニーを終了いたします。皆様ありがとうございました。